そう、しかもそんな感じで、こんにちは。だから今日は少し気分良さげ、いや全然、なんかね、ちょっと出かけてきた後だからね、アドレナリンが出てる。アドレナリンっていうのかな、なんかが出てる。そう、まあ、それでも太るときは普通に思春期のアドレナリン、症状はいつだ。もう揺れる揺れる、踊ると揺れる。シロ、ね、久しぶりのシロよ。全然なんかお買い物っていうほどお買い物してきたわけじゃないんだ。そう、ちょっと用事があって、その用事のついでにちょっとだけねって感じで。走りながら配信したら、だってその場所で配信できないもん、いろんな人いるから。足音がした気がしたな。そう、今日ね、ももと梅かわいいんです、ものすごーくかわいいんです、かわいいんですヒカの親バカっぷりが出ちゃった。天使なんです、今日いつも以上に天使なんです。もうね、かわいくてかわいくてかわいくてしゃあないんですよ今日は。ほらー、なんか来た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 、あー、来たー、来たの、来たの。頑張ってベッド登っといで。やめろ、そこで何すんの。ほらほら、見て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 、やめてよ。正解、トリミング行ってきました。ほめちゃん、画面見て、ね、ちょっとね、ちっちゃくなったんです。痛い、かわいいでしょ。クリスマス仕様でね、リボンもらったんだよね。ね、お顔も体もちょっとだけちっちゃくなりまして、あたちのかわいさがさらに増しちゃったわそう、かわいいの、ほんとに。そう、すごくすっきりしました。あたちかわいいでちょー。そう、痩せたっていうよりね、まあ、毛がね、なくなったからちょっと痩せたように見えるだけなんですけどね。背中から写すとね、結構でかいです。ママママおいでねえ、ママママ来てくれないんだもん。あ、ね、それ持ってって、その額。あ、それどっちも。あ、え、え、いつ背中で語る。そうやね、背中だけ見るとすごく頼りがいのありそうな背中をしてますつまりでかいよっていうことつまりちょっとでかいよっていうことね。そう、大丈夫、ハプニングっていうほどのハプニングじゃない。そう、聞いて、昨日ね、まあ、ひかね、走りながら結構音楽聴いたりアニメ見たりするんですけど、昨日はずっと音楽聴きながら走ってたんですね。で、なんか一個すごい、なんか別に自分がそういうわけでもないのに、なんか、あ、すっごいいい曲だなと思って感動しちゃった曲があって、それをみんなに伝えたい
そう、走りながらなんかここに置いてアニメ見たり、まあ、あの音楽聴いたりしてるんですけど、なんかウーバーワールドさん何曲か聴いてたんですけど、で一滴の影響は結構前にね、紹介して、もうすっごいいい曲で弾かウーキの影響がそう、ウーバーワールドさんのザ・オーバーっていう曲がめっちゃいい曲なんですよ。本当にしかも基本的にね、ちょっと口パクして歌いながら、口ずさみながら、まあ、別声は出さないけどさすがに恥ずかしいからね、口ずさみながら走るんですけど、なんか聞いてたら、まあ、前からね結構ずっと聞いてたんだけど、なんか今日久しぶりに聞いたらなんていい歌なんだと思ってそう、なんか泣きそうになっちゃって一人で。なんか別にね、まあ恋の歌なんですよ。恋でそのなんだろう、結婚したいけどなんか自分よりもっといい人がいるんじゃないかみたいな。そう、でもなんか僕は君のこと思ってるし、本当になんかもうなんだろう、愛が伝わる、その人の愛、そのまあなんだろう、その人のまあそうだね、愛がすっごい素敵だなって、その彼女っていうかに思う歌詞がすごい素敵だなと思って。歌詞これ言っていいんだ、いいの、言っていいのかな、歌詞はここで喋っても大丈夫系消えない。そう、すごい愛がふ、ちょっとね調べてみてください、ぜひ調べてみて。で曲聴いたらさらにウーバーワールドさんの声で歌うとすっごいなんか深く刺さるんですよ。いいなそう、ここまで思われるのは本当に素敵だなと思って、聴いてみてください。そう、うん、でなんかその僕はなんかその年を取り日が経って、まあお互いね年取って日経って言葉もねもう失って、まあ2人過ごした日々とかを忘れても、それでも変わらず手を握って、そう、変わる君をずっと支えて、最後まで心で対話して守って優しさを与えるよっていう、まあ、歌詞をねちょっと少し簡略化して自分の言葉でっていうのを簡略化したんですけど、今の、まあ、こんな感じなんですよ、まあ、一部読んだだけなんですけど、もうすごい素敵だなと思ってそう、ここまで思われるのは本当にすごくなんだろう、いいなっていうね。普通そこまで言えなくない？なんかまあやっぱり未来のことだし分かんないじゃん。あ、そう、揺れてるのはねちょっと私のねこの携帯の、そよ風の音はエアコンですそう、もう本当に素敵と思ってっていう、ぜひ聞いてみてください。いやいいわ本当にそう、本当に素敵と思った曲でした。まあね、人本当に音楽結構聴くんで、泣きそうになった、本当に泣きそうになった。実際将来なんかもしそういうことがあったら
いいなって思うくらいには、うん、そんな恋をしたらそれはいいんじゃないですか。もちろんね、 AKB としてアイドルとして活動してる間はそういうことはないけど、でもね、卒業してからこれからどうなるかわからないし、そんな恋ができたら素敵だなって思います。相手をそこまで思えるってあんまなかなかないからね。ね、多分ね、変わってないから、多分止めたからだと思う、うん、止めたら多分音なくなるんだと。いつもついてるけどさ、多分いつも部屋結構温まってるからあんまり風が出てないのかも。うん、そう、さっき暖房つけたばっかりで部屋温まってないからかな。じゃあ氷川毛布でしのぼう。毛布、マフ、よいしょ。いいよ、全然多分大丈夫。いや、もういなくなっちゃったもん、桃梅もう多分自由に行き来してるから下行っちゃったよ。またね、唐突になんか歌、この歌いいんですとか語り始めたらごめんね。たまにあると思うから、きっとそういう時はね、温かく見守ってくださいウーバーワールドさんの The Over っていう曲、そう、
いいよね、素敵な曲ばっかりだよね。そうね、男性目線の歌詞にも共感する、いや共感っていうかなんか なんだろうね、氷川はさそんな恋をしたことがないから、なんかそこまで思われるってすごく思われるっていう女の人もすごくきっといい人で、で男の人もそんだけ思ってるっていうのはあのすごい素敵だなっていう風に思っただけそう、うん、ね、ウーバーワールドさんいいよね。あとねアクアタイムズさんも好きよ。そうこの前ねインスタでね、確かおだいりちゃんかながアクアタイムズさんの曲を聴いてるっていうのをストーリーで見てめちゃめちゃ嬉しかった。アクアタイムズさん知ってます？なんかあんまりアクアタイムズさんあの知ってるっていう人に出会ったことがなくて、そう確かね去年か一昨年くらいにね解散しちゃったんですけど、知ってる？あー嬉しい。なんかそう同級生であんまり知ってるっていう人がいなかったんですよ。嬉しいな。アクアタイムズさんの曲もね好きなんです私。氷川の世代じゃない、なんかねそうですね、まあ確かにアニメで知ったから、まあ、世代じゃなくても知ってるのかもしれない。なんかブリーチとか使われてたんですよね。うん、すごくね、虹とかいいよね。あの千の夜を越えてとかもいいですよ、本当に好き。いやアクアタイムズさん本当に好きだな。うん、いい、本当にいい極戦の主題歌が有名、極戦が知らないからさちゃんと、うん、真夜中のオーケストラとかねいいよ。でも一番好きなのはやっぱり千の夜を越えてかな。うん、一番カラオケとかでも歌うかな。極戦の主題歌が虹なのか。ひかね、虹はねあのアクアタイムズさんの曲が聴きたいと思ってなんか CD を借りた時に、あ好きだなと思ったのが虹だったんですよ。そう本当だね、日本テレビ系土曜ドラマ書いてあるわ。極戦知らないですよ私ちゃんと。うん、それは知ってるんです、それは知ってるけど内容とかで全く知らないんです。そうなんか仲間由紀恵さんがメガネかけてるっていうのは知ってるんですけど、あー虹というと菅田将暉さんの歌しか頭にない。あれ最近のだっけ虹って、ドラえもんのだっけ。あそうですね、スタンドバイミードラえもんの。
そう、アクアタイムズさんいいんですよ。まああとはアニソンとかドラマの曲かな、氷川、映画とか。そう、いいなと思ったらすぐ携帯とかに入れたくなる人なんで。小さな手のひらって曲がめちゃくちゃいい曲すぎてやばいのでおすすめ。お、じゃあね、聞いてみますね。ちょっとメモっとこう。メモったか。ちょっと待って、ね。最近 AKB しか聞いてない。あ、でもそれはいいんじゃないですか。 AKB たくさん愛していただいてありがとうございます。ありがとうございます。アニソンが好きなの？アニソンが好き？なんかアニソンが好きっていうより、なんかアニメをたくさん見るからアニソンで多分見つける機会が多いよっていうだけだと思う。だからドラマで好きな曲とかも全然聞くし、でもひかそんなドラマとかめちゃめちゃ見る人でもないので、あとはもうなんか自力で探したり、自力で探したりっていうのも変だけど、なんかいろいろ YouTube とか軽く見てる時に見たりすると、あ、いいな、この曲なんだろうなと思ってね。今さ、歌詞とか調べるだけで、そう、歌詞の一部調べるだけで全部曲名とかまで出るじゃないですか。そう、そんな時代なんで、ほんと素晴らしい時代なんで、そう、すぐ判明して嬉しいんですよね。グランロデオさんも知ってます。あ、グランなの、あれ合ってるわ。合ってる、グランロデオさん携帯に入ってます。いいよね、あれだよね、確か黒子とか歌ってなかったっけ。黒子のバスケ違ったっけな。そう、本当に便利。超便利。お、やっぱりそうだよね、好きです好きです。携帯何曲くらい入ってる？結構入ってる。何曲だろうね、 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,9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 8,89,90,91,92,93,
か100超えそうです、余裕でちょっとありすぎて数え始めたらキリがなさそうなんでやめときます。うん、100軽く超えそうだわ。生き物係さんとかも入ってる。あ、光るんが気になってきてる、ありがとう、嬉しいそう、まだねこれ新しい方だから、そうこの新しい携帯に変えてから入れ始めたので、そう、あとはねシドさんとかもたくさん入ってる。シドさんにナノさん、ナノっていう方、柳なぎさん、愛子さん、あ、バックナンバーさんも入ってるよ。なんて読むかわからないけど好きな方そう、結構いっぱい、ジュジュさんも入ってるわ。でもジュジュさんこれあんまり聞いたことない曲ばっかり。あ、でもこの夜を止めてよとか好き。そう、
ラッドウィンプさんとかね、ウルさん、バルシェさん、言えなかった、シャンに当たっちゃう、なっちゃったそう、あとは声優さんのが歌ってる曲とかも入ってる、宮野真守さんとか、あとは柿原さんとか、うん、いっぱい。なんかここになんかできてる、本当にやばい。ウルさんもいいよね。ウルさん知ってます？結構ねドラマの主題歌歌ったりしてるみたいなんですけど、あのテセウスの船とか、あとあれコウノドリもそうかな。いいですよね。でもね、ウルさんはもう声質が全然違うからさ、高くて歌えないんだよね。あー、昔の歌はね入ってないかも。アニソンですね。マスクアレではない。でも最近ちょっと肌荒れがひどくてね、困っちゃってるんですよ、口の周り特に。声出ない。ウルさんはねめちゃめちゃ歌詞もいいし、なんか曲調とかもあのドストライクで好きなんですけど、歌えないんです、高すぎて。そう、私の地声では歌うことができない。歌いたくなっちゃう。そう、ここでは歌えないんですよね、残念ながら。消えちゃうから、そしたらショールームが。そう、ヒカルン今日の髪型は普通にストレート。まあちょっとね外出たりしてたから跳ねてるけど、ストレートです。だから猫舌ショールームもう一回出たいな一回と言わず何回でも出たい。そう、もう一回と言わずね、本当にもう2回でも3回でも出たいですね。スマホで聴く曲とカラオケで歌う曲は別？別ってこともないけど、女性の曲はあんまり、自分の地声で歌えない曲とかはあんまり歌わないね、カラオケでは。だからウルさんとかもすごく好きだけど歌わないね。リサさんも歌えないから歌わない。だから主に男性の曲とか、まあなんか女性でもまだヒカのトーンに合う曲を選びがち。かなチャレンジもします、もちろん。あ、ね、カラオケなら声出るとかあるじゃん、やっぱりマイク持ってで、なんかあんまり他の人に聞こえない場所だから、まあ聞こえてもまあカラオケだしみんな歌ってるしっていう場所だから歌ったりもするけど、トーン合うのは
カさんは曲によっては歌える。うん、あと誰かな、誰だろう、わかんないまあ氷川は男性のトーンが一番歌いやすいです。女性で低めの声、誰だろうね。別になんか低くなくてもいいけど、うん、中森明菜さんとかは歌わないね、知らない曲を。氷川あんまり、倉木麻衣さん、倉木麻衣さんもね高いんですよね意外と。そう、出ないわけではないと思うんだけど、氷川も自分で歌うとき出ないわけではないと思うけど意外と高い。演歌とかは歌わない、演歌はわからない、本当にわからない、全く。小5の息子にサンタさんっていないのって聞かれたんだけど、さすがにもうバラしてもいいかな。もうちょっと夢を壊さないでいてあげよう。小5だからまだまだね、小学校の間はね、そうね、ね、中学校になったらもうね分かるからきっとコナンメドレーいけそう。まあいけなくはないと思う。うん、ガーネット・クローズさんも何曲か知ってる。そう、コナン君の歌歌ってたからてか、まだ信じてるのって可愛いじゃないか。信じてるのはいいことだよ、純粋なんだよ、いいんだよそれは。本当にヒカみたいにね、リュック見つけた、あ、サンタさんっていないんだってひねくれるわけじゃないんだからいいじゃん、いいんだよそれで、それが正解そうね、いいんだよ本当に。まあそうね、聞いてきた時点でちょっとね薄々気づいてそうだけど、守ってあげよう、いるんだよってそう、ヒカはちょっとひねくれちゃったから、リュック見つけた瞬間に、あ、サンタっていないんだな、お母さんなんだよねやっぱりっていうそうそうだよ、そう、信じてるうちはその子の中に存在してるから大丈夫そう、ヒカみたいになっちゃダメだよそうだよ、サンタさんはいるんです。そうよ、サンタさんはいるけど、そうなんです、来るかどうかは自分次第なんです、いい子にしてないと来ないんですよ。
プレゼントリュックだったの。そう、小さい頃ね。まあもう一回話しとくと、まあある日お出かけした時に、なんか何気なく、まあなんか一番後ろのね、なんかね、荷物積むところあるじゃないですか。あそこを見てみたら、サンタさんに頼んだはずのシナモンのリュックがあって、気づいちゃったんです。はい。見つけちゃったから、ちょっと、ちょっと私は見てはいけないものを見てしまったんだと思いました。だからね、そーっと治りました。まっすぐ前を向きました。そう、本当に。ショックだった、まあちょっとショックだった。っていうか、なんかもうね、なんでここに置いとくのかなっていうことが不思議だった。そう。ね。サンタか。クリスマスだね。お店行ってもクリスマスのものいっぱいあるもんね。今日出かけた先にもあったよ、クリスマスのもの。売ってた売ってた、いっぱい。そう、クリスマスだなと思って。ね、早いね。もう1年終わるよ。あっという間だよ。いやー、しかもクリスマス感全くない。なんか何もする予定ないし。とりあえずなんかケーキ食べるだけよ。ケーキ食べて、お正月はご飯のんびり食べてかな。まあね、頑張る。何を頑張るって何よって感じだけど。クリスマス友達とプレゼント交換とかした？あ、してないしてない、全然しなかった。クリスマスはね、基本的に家にいたかな。まあ友達と、ね、学校あったら友達と、まあ昼間とか、昼間じゃない、学校帰ってきてからね、遊ぶっていうことはあったけど、パーティーとかまでしたことないね。パーティーとかはなかった。いいよ。うるさいよ、うるさいよ。結構声聞こえてるからな。
ねえ、なんで音ちっちゃくしてよ、恥ずかしいわ。なんかどっかからヒカの声聞こえる。ねえ、本当に音ちっちゃくして、恥ずかしい。ダメだよ、今すぐ。ねえ誰。ねえどっかからヒカの声聞こえんだけど、本当にちょっと本当に喋らない、喋れない。ねえ誰、本当に音切って。そう、誰かショールーム見てんの。聞こえてる、まだ聞こえてる。ダメ、ヒカ耳いいから聞こえるの。まだ聞こえんだよな。あ、大丈夫そう。本当にすっごい音聞こえてきた。いつもはこんなんじゃないよ。そう、もう大丈夫です。終わりました、落ち着きました。てか自分の声あんまり好きじゃないんですよ。自分の声ね、なんか変じゃない？次音量上げたら本当にショールーム終わっちゃうよ、ヒカ。終わらせちゃうから。いや本当に振りでもなんでもなく本当に終わらせる。もう聞きたくないもん。そう、絶対やめる、本当に。絶対できない、自分の声聞きながら配信とか絶対嫌だ。そうよ、自分の声はさ、なんかやっぱり自分の耳で聞いてるのとさ、なんかにまあ録音とかして聞くのとでは全然違うじゃん、声。だからすごい嫌なの、気持ち悪い。なんかね、変な感じする、嫌だ、嫌い。だからそう、公園とかで自分の声を聞いてもそうなるの？公園は別に自分の声は自分の耳に入るだけだから、そう、別に、うん、そう、自分の喋った声は、まあ、いつも通り自分の耳に入ってくるだけだから、結局はあんまり変わんない。そう、
そう、なんかどっかで例えば動画を撮ったとして、その時に喋ってるヒカの声とか、そう、まあ見返した時とかはそうね、好きじゃない、なんかいつものヒカと声の声と違うなとか、はちょっと声作ってんなとか思う時あるよあ、なんかちょっと今声作ったみたいな時ある。別にねヒカはあの意識してやってるわけではないけど、なんかまあ何かしら自分の中でスイッチが入るんでしょうねそう、あと思うや、本当に確かに別の生き物っぽいもん。自分と違う何かよね録音とかで聞く声は。え、信号お母ちゃん叱らんといてね。いや別に叱んないけど、多分ね下でテンパってたんだろうからそう、めちゃめちゃテンパってたっぽいから別に何も言わないけど、意図的に やったらちょっとって言うよ、ヒカは。全然お母さん、まあ機械は特別得意ではないけど苦手ではないよ。携帯の使い方は全然わかるし。ウエちゃんさん、ありがとうございます。イエイ。お母ちゃんはトゲ苦手だったけど、ドボンはしてる、してるのかな、してるんじゃない、知らないけど。あ、フォローしました、また来ます、ありがとうございます。ピひが暮れてから走るの？迷ってる今日。なんか別昨日走ったし行かなくてもいいんだけど。そう。それもそれで困っちゃうんですよ。最近ねふくらはぎが太っちゃってね。そう。で痩せないんですよ。うん、ランタンさん、いってらっしゃい。そうなんです。まあなんか太ももはね、割と落ちた方なんですけど、まあそれでも落ちてないんだけど、そう、でもふくらはぎはなかなか落ちなくて、本当に。もともとね、ふくらはぎは正直に言うと、まだ細い方だったんですよ、私は。結構自信あった。ふくらはぎ、あの膝から下のはね、足
構昔はね本当に細かったかなと思うんですけど、いやもう本当に自粛中にもう食べるしかしないからさ、あんまり家出ないじゃん。でそしたらさ、やることなくて食べるじゃん。そう、そしたらね本当に見事に太ったよねっていう。昔は細すぎたから、でもねあれ別に何かしてたわけじゃないんですよ、入った当初から特別何かしてたわけではなくて、なんか細かったそう、なんか細かったんだよね。まああのガリガリの時はね、まあそりゃそうだろうって感じだったけど、その前から言うほど太ってはなかったんですよ足を。そうだからね、マッサージとかちょいしてみるんですけど全然効果なくって、そうなんかね、筋肉太りなのかそれとも本当に脂肪、ただの脂肪なのか、なんかようわからんくての。どうしたの、来ちゃったの、どうしたん、どうしたん、なんか欲しいもんあるん、どうした、うん、おいでおいで今ね、ももがいるの。何してるの？それね、メイクポーチ。それ炭酸水。それ椅子。行っちゃうの？行っちゃうの？行っちゃうみたいです。行っちゃうみたいです。かわいい。あ、戻ってきた。あ、ベッドに登ってきた。ねえ、何するん、ベッドの上で。あ、あ、あ、ごめんごめんごめん。あ、怒らんといて、怒らんといて。あ、あ、あ、慣れてほしいんやろ。ツンデレさんやな。ツンデレさん。ほら、見てこっち。なんでそんな怒らん。嬉しいんやろ。この子ツンデレさんなんです。なんか撫でてもらってすごいお腹見せて撫でたりすると髪とかしないのにすっごいうなるんですよ。ツンデレさんなんです。触ってほしいけどなんか触なんかなんかそれをうまく表に出せない子なんです。うんうんうん、はい、何する、はい、ね、暴れんといて、やだねえ、揺れるからベッドの上で暴れといて何してんの本当に。楽しかったね今日ね、疲れたね、よかったね、よかったね。一人で暴れてる暴れてる。ねえ、そのリボンで遊ばんといてよ。何、何してんの、寝たいの、かゆいの、体洗ってもらったでしょ今日いっぱい何の音ですかほんまに。もうベッドの上ゴロゴロしてる今ね。だからね、あのカメラ揺れたらごめんね本当に自由すぎて困るんですけどほら、ひれゆ行っちゃうのね、行っちゃったわ。そうね、2匹一緒にトリミング行くよ。そう、2人ともねビビリだからね、すっごい震えちゃうの。そう、あ、戻ってったっぽいです、下にそう、聞いて、ヒカね最近体柔らかくなったの。そう、すごく柔らかくなったんです。ストレッチとか結構知ったじゃないですか。まあ結構前からね、走った後、走る前と走った後にストレッチをねちょいちょい
してたんですけど、そしたらね、今までね、言ったっけこれ、なんかなんか何の話したかわからなかった。そう、昔めっちゃ硬くて手届かなかったんですよ。長座体前屈とかも足ギリギリつま先頑張って届かなくらいだったんですよ。今ね、足軽々持てるんですよ。すごくないですか。そうだから、こうやってあの立ってこうやってかあのペタってあの足揃えて床に手下ろしても、あの綺麗につくんですって。あの手の先とかだけじゃなくて手全体ペタって床につけれるんです。びっくりじゃないですか。しかも最近知って、まあなんかね、ちょうどそのこのこうやって足持てる時点で、あ、結構柔らかくなったなと思ったんですけど、この前こうやって立ってこうやってやってみたら、あの手全部ついちゃってびっくりしちゃって、ひかえっと思って自分でも衝撃だったそうでもね、あの何、開脚はね全然硬いんですよ、ひかまだ。そう、開脚すごい硬くて、やっぱり太もも足開かないんですよ、ちょっとしか。でなんか痛いんですよ、やっぱりめちゃめちゃ。でもね、ペタってして、何、ペタってしてこう足戻せる人とかいるじゃないですか。あれできるまで頑張りたいんです、私はできるか分かんないけど。そうで、毎日やってたら、毎日とかまあ時々やってたらなるかなって。そう、どうなるかは分かんないけど、引っかが続くかも分からないしそう、でも最近ちょっと意識してる。なんか嬉しかった。昔はね、別に体硬くても何とも思わなかったし、柔らかくなりたいとかも別に思わなかったけど、なんかいざ柔らかくなってみると、なんかね、すごく嬉しいよ。そう、すごく嬉しいです。そう、ストレッチ効果ありましたね。めちゃめちゃありすぎてびっくりした。ここまで平野ひかるはいけるんだと。昔はね、すごい体柔らかかったんですよ。もうね、本当に開脚しても全部体つ、あの何、全部いけるし、そう、もう すごい柔らかくてね、自慢だったんですけどね、何もしなくなったらね、本当に硬くなり始めて、特に中学校入ってからかな、多分。ストレッチ運動ってしないからね、あんまり。そう、頑張ってよかった。そんなに効いてると思わなかった。なんか別に本当に毎日してるわけではなくて、ひか走る前と走った後にちょっとするくらいだったんで、こんなに効果あるとは思わなかった。今日雨なんだね。石川、雨降ってるんですよ、さっきから。明日の天気は、石川の天気は何でしょう。皆さんのところどうですか。なんかすごい雨で困る。なんかさ、雨降るとさ、やっぱり外出たくなくなっちゃうじゃん。明日すっごい雨じゃん。普通に雨じゃん。月曜日もめっちゃ雨じゃん。火水雪じゃん。てか雨続きじゃん。1週間くらい雨続きなんですけど、何ですかこれ。やだー、雨ならランニングやめよう。いや別にね、あの室内なんで全然大丈夫なんですけど。それはでもさ、室内とか行くにしても、なんか雨ってなんかちょっと気分下がらない。あんまり外出たくないなみたいなね。いいなー、天気いいの羨ましい。本当に天気いいとね、特に青空だと、綺麗な青空だと、よし外に出るぞ、外に行くぞ、お買い物に行くぞっていうね、気分になる。
なんかね、氷点下行くらしいんですよ、来週石川。寒くないですか？もう今の時点でちょっと寒いのにさ、何氷点下って、氷点下って何、本当にありえない、ありえない、やばいよ、本当に寒い寒くなっちゃう、やだていうか、ヒカパジャマまだ半袖なんだってば半袖で足出てるんだってば、もうびっくりでしょ、半袖なのでね、変えなきゃなとは思ってるんですけど、帽子ないやつ1個欲しくて、ずっとね欲しいなって、もう買ってない、なんか欲しいのに買ってないものばっかり。そう、今日長袖にしよう、本当に本当に長袖にしよう今日は。そう、あの姉ちゃんにもらったパジャマはあるんです、それもいいんですけど、あのあれなんです、帽子がついてるんですね、ここに。そう、帽子がついてるんで、最近羽織るだけとかだったんですよ。そう、寝るときにちょっと邪魔になっちゃって、最近、まあそう、昔は気にしなかったんですけど、なんか最近気になるようになっちゃったから、帽子ない方がね、なんか寝やすくて、GU のパジャマめっちゃ可愛いんですよね、あったかそうだった。毛布は敷くの、毛布はもう出してる、お布団に毛布で、で暖房もタイマーにして寝てますね。でもね、朝起きて真っ先にすること、いや2番目にすること、暖房をつける。ちなみに一番は携帯を触る携帯を触るっていうか時間を見る、起きてすぐ時間見ますね、ヒカ。そう、目パッて覚めたらすぐに携帯探して、今何時だ何時だと思って、で、はあ、この時間か、うん、でもうちょっと寝れそうだな、なのか、あ、もう起きようかな、なのか考えて、で、そう、暖房をつける。こんばんは。二度寝して起きれる？ひか、まずね、二度寝があんまりできないんですよ。二度寝するときすっごい自分の体力使うんですよ、謎に。寝るだけなのに謎に体力使うんです。二度寝したくてもだからできないときある。そう、怖いよ自分が。二度寝くらい体力使わずにさせてくれって思うんだけどさそう、なんかヒカの体はそうはいかないみたい。夜中に起きることある？あります、あります、結構ある、すっごい起きるタイプで、長い時とかね 2,3 時間ずっと起きてんので、その後になんかまあさすがに寝なきゃなってなって寝て、でまた数時間後に起きなきゃいけないから、その時間に起きる。二度寝ってそんな体力使うもんじゃないじゃん、もう眠気に任せてさ寝るもんじゃん。そう、朝強すぎ問題よね。だから昼間とかめっちゃ眠いの、昼寝しないとやってられないくらい眠い。寝れない時どうしてるの？もう携帯触ってる携帯触るしかないから携帯触ってる、それかなんかねストレッチしてるうん。アラームなしだと何時に起きる？まあ時と場合によるけど、7時いや8時前には起きます絶対に。最近はね、まあ前日何時に寝たとかそういうのにも結構関わってきますけど、大体は8時前に起きますね絶対。
まあなんなら7時頃ですね。セラビさんありがとうございます。力むにどねって初めて聞いた。本当になんかね、最近その寝たいんだけど寝れなくて、寝なきゃ寝なきゃ頑張って寝なきゃ寝ろ自分と思って寝てるからそうすごいよ最近の日か。しかもさ、同じ体勢ずっと同じのままで私いられなくって、そうまっすぐでこうやっているとかできないの。横行ったりで、しばらくしたらこっち行って、まあ、寝てる時はねそんな気にならないから全然いいんだけど、起きてる間は目つぶっても起きてたらこっち向いたりこっち向いたりまっすぐ向いたりすっごいするんです。で寝れないから、寝ろ自分、寝ろ頑張れ自分、まあ、いや寝てる。やばい本当に。なんで寝る、なんか寝るってさ普通体力回復するもんじゃん。体力回復するとかさ、もう眠気に逆らって寝るもんじゃん。そうなんでこんなところで体力使わなきゃいけないんだろうって思ってる本当に最近。犬と一緒に寝ますか？うん、たまにかな。前まではね梅ちゃんと毎日寝てたんだけど、最近お兄ちゃんと寝てることが多い。本当にだからね、最近寝るのねいつもより遅いんです。いつもいつもと本当に健康的な時はね10時とか11時には寝るんですけど、12時とか普通に最近過ぎるようになっちゃって、大変大変大変です。本当に、うん、なんだろうね、すっごい眠いはずなのに、別に寝なきゃとか思ってるわけじゃないけど、眠いからまあ寝たいのね私は。眠いな寝よう、寝れない、なんでっていうね。寝る前に携帯いじるの、まあ多少ね、そりゃ携帯触ってなきゃやってらんないもん。それがね、まあ良くないのもあるんだろうけどね。でも昔からそうなんですよ、それは変わらない、ずっと。うん、そう、なんかお昼とかは、お昼夕方はもう全然余裕で寝れるんですよ。何も考えずに気づいたら寝てるとか、寝っ転がったら即寝ます。でも夜はね、寝れないんですね。てか雨強すぎてやばいんだけど。やべ、強すぎることないけど、なんかすっげえ外降ってんだけど、やだーやだー。ね、最近さ、ひかボルダリングしたいんだ。そう、急に話変わったけど、ボルダリングしたいんだ、めちゃめちゃ。そう、これ雨の音。筋力いるでしょう。まあそうね、でもさ、初めはみんなできないもんじゃん。近くにあるの？全然どこにあるかも知らないさあ、どこにあるかも知らない。でもボルダリングとかすごい興味あって、結構ね、多分ね、好奇心旺盛っていうんですか、なんですよ。何でも挑戦してみたい人、一回は。だから何、バンジージャンプとかも やってみたい。あれ握力必要なんじゃないの？必要でしょう。ひか今握力どれくらいだろう、分かんない。きっかけあったの？いや、言うほどきっかけはあったわけではない。でもなんとなくしたいなっていう。高所恐怖症ではないのね。そうね、まあ高すぎるとやっぱり多少怖いなとは思うけど、もう絶対登れないとか、もう怖すぎて無理とかではならない。結構好きよ、バンジージャンプしたい。だからスカイダイビングとかでもいい。スカイダイビング、うん、そう。
やってみたいんです。ひかやりたいこと結構いっぱいあるよ。なんか何って言うとなんか思いつかないけど、今パッとは何でも割と本当に興味持ったらやりたい人。お化け屋敷とかも入ったことないからさ、お化け屋敷も行ってみたい。あとはね、バイトとかもちょっとやってみたいかな。そう、バイト、バイトやったことないんです。コンビニとかでもいいし、カフェとかでもいいし、まあ飲食系だと嬉しいなっていう。私は楽しいじゃん、楽しそうじゃん。お化け屋敷のバイトではないよお化け屋敷はただ単に普通に入りたい、客、お客様として。あとなんだろうね、挑戦したいこと。コスプレとか。ジェットコースターも好きですよ。富士山乗りました一回。でも富士山はねめっちゃ怖いね。なんかね、富士山は自然に涙が出てくる怖さでした。知らないうちに涙が出てきますそう、気づいたらね、なんかつい、あの帰り、まあ元の場所に戻るじゃん。そしたらね、あれ涙出てるっていう感じの。そう、でも楽しかったよ。うん、怖かったけど楽しかった。そうだから、それに乗ってからディズニーとか、あ、夢の国ディズニーでもいいかとか全然怖くない、楽しい、全然もう超楽しいくらいの。そう、三半規管はね強い方だと思う。基本的にあんまり酔うことはない。そう、自然に涙が出ます本当に。でもね、やっぱりさ、鉄骨とかあるじゃないですか。それには当たりそうだなっていう怖さもあった。なんか走ってるから距離感とか分かんないんですよ、自分の頭の高さどれくらいにあるのかとか。まあ、普通はね絶対当たるわけないんだけど、やばい、なんか迫ってくると思って、あ、やばい、当たるんじゃないとか思ったりもする。うん気球に乗ってみたい。あ、いいね、楽しそう。そっちの怖さ、まあ、そっちの怖さもある。もちろんね、なんか速いとかもあるけど。あとなんだろう、挑戦したいこと、なんだろうな。なんだろう、スカイダイビングもやってみたいです。フルマラソンはまあちょっと興味はあるけど、多分リタイアするからフルは無理かな、きっと。でもどっかのなんか地域とかでやるマラソンとかは出てみたい、ちょっと。うん、そう、山登りとかもしてみたいんですよ。ひかは全然どうしたらいいかわかんないけど、ほんとなんだろう、だから今ねちょっと調べてみてるんです。例を見てなんかないかなと思って。から42キロ走れそう？絶対無理、42は無理だって。結構 6.56 くらいでもしんどいから、
そう、しかもアスファルト走るのとランニングマシン走るのと全然違うから無理よ。あとはね、なんか何あれ、あの波乗るやつ、名前が出てこない、波乗るやつ、サーフィン、それサーフィンとかもやってみたい、楽しそうあとはあのイルカと泳いでみたり、そう、うーん、かな。ウィンタースポーツ、あ、ひかね、ボード、スノーボードしてみたい。スキーはね一回あるんです。まあうまくもないしけど、そう、まあどっちかというと多分下手な部類に入るくらいの感じだったんです。そう、でもボードしてみたい。なんかお父さんがね、なんか昔ボードしてたみたいで、まあ今は多分できないんだろうけど、その昔スノボしてたみたいでいいなーって。なんかかっこよくないですか？スキーも学校で授業あるの？小学校の時になんか行きたい人だけ行きますみたいなやつがあった。それで行ってスキーをした。そうね、親がボードしてましたね。お母ちゃんはスキーだったみたい、スキー派だったみたい。そうなんだっけな、スノボやって骨折したらしい、そうしちゃったらしくて、でスキーしてだったんで。運動神経良さそう。あ、もう全然良くない。なんかめっちゃ悪いわけではないとは自分で思いたいけど、そう 思いたいけど、うん、まあ本当に良くはないと思ってる。なんかもうずっとそんな体育っていうか、まあそんなね、そういうことしてきてないし、体育後な感じ。うん、そうね、中学は4とかだったかな、4か5どっちかだった、うん、4か5どっちかだったけど、あとはもう別にね、そんなやってないし。あとは走り高跳びがしたい走り高跳びがもう一回したい。今できるのか知らないけど、球技苦手だっけ。そうね、球技苦手、あの多分肩弱いんだと思う、ヒカ。肩が、弱いのよね、きっとね。だから、ね、野球とかね、本気でボール投げるとね、肩めちゃめちゃ痛いんですよ。で、言うほど飛ばないっていう。だからね、球技は苦手です。あ、バスケはね、別そんなことなかった。バスケはなんか特別苦手とかではなかったけど、バレーとかは本当にできなかった。もう方向音痴すぎて、思ったように飛ばない飛ばないもうどこ行くのって感じやったね、バレーした時は。できなかった。もうしかね、試合にならなかったもん、ひか、そう、出ても。
飛んでいかないからやばかった、すっごいへったくそだった。ドッジボールはまあ別に普通かな、なんか別上手い下手でもなくないドッジボール、うん、とりあえず投げるで、なんか別強くなくても当たる人は当たるし、うん、バスケは好きだった。そうね、そう、しかもバスケはねシュート別自分が入れるわけではないけど結構走ってた、ボールもらって。逃げ回ってそう。いや別に逃げるってほど逃げないよ、女子って固まりがちじゃんそう、女子って後ろの方に固まってなんか動こうとしたらなんかみんな集まりすぎて動きづらいみたいなことあるから、割とひか一人身軽に動いてた。うん、まあ投げるったり取るってことは確かにあんまりなかったけど、主に男子やってくれてたから男子みたいな。そう、まあ別に当たってもいいし、そう、そのなんかで投げこっちに投げてきてボール取れたらラッキーだなくらいの感じだったね。鉄棒は、鉄棒は小学校以来してない。でも小学校の時は得意でした一番得意だった鉄棒、一番好き。そう、結構いろんなのやってましたね。前回りができんかった？前回りって普通に回るだけの？嘘いやね、本当に、うん、さ、鉄棒はめちゃめちゃ得意だったと思う。小学校の時はね、割とできた。逆上がりはすぐできたの？うん、全然できたし、あとは何？なんかね、いろいろやってた。もうなんか技の名前とか全然覚えてないけど。そう、しかも今だと鉄棒できるのか全然わかんないけどさ。スケートはねできない、バランス取れないもん。ひか、なんかローラースケートすらできなかった、壁から手離せないの。逆上がり読めなかったの懐かしいね。逆上がりとか言ってたよね、はず、恥ずかしいいて、足がボキッてちゃった。そうなんだよね、鉄棒ってあんまり大人になるとやらないよね。なんかさ、もう中学校とか高校行くとさ、鉄棒なんて置いてある学校がまず少なくなったんじゃない？ひかんところはもうそうだった、完全に鉄棒置いてなかった。ね、中高にはなかなかないよね。
そしたらもう自然とねしなくなっちゃうんですよ。二宮金次郎と絶望はセットなよ。何それ、知らない、初めて聞いたんだけど、どういうセット二宮金次郎まずなかった。縄跳びは得意？まあ普通に二重跳びはできるかなって感じ。なんかどこから得意なのかがちょっとわからない。基準どこなんだろうね。そう、今でも多分できる。何級とかなかった？あー、なんかあったね、全然覚えてないけど。本当に全然覚えてない。ないな、覚えてないな。なんだろう、全然覚えてない。でもあとなんか昼休みは違う、長休み、長休みやっけ。なんか確か長休みってあったんですよ、日課の小学校。昼じゃないんです、あの 1,2 の間かな。あの 1,2 違う、 1,2 じゃない、 2,3 の間にちょっと長めの休みがあったんですよ、休み時間がね。そう、そこの時間はなんか縄跳び週間は縄跳びをしましょうって言って、みんなで体育館に集まって縄跳びしてたことあった。そのお休み、懐かしいそんな時間あったな。なんかさ、もう中学校とか高校になったらさ、そんな時間ないじゃん、長休みなんて。そう、長休みって時間長いの。そうね、割と長かった。2、30分あったんじゃないかな。石川限定かな、あったんですよ。朝休み、長休み、昼休み。で、なんかいつも小学校ではその低学年、中学年、高学年で体育館使える時間が決まってるんです。そう、時間が決まってて、朝休み低学年、長休み中学年、違うん、中学年合ってる、低学年中学年合ってるわ、昼休み高学年っていう。そうで、曜日ごとにそれがね、なんか変わっていくんですよ、次ずれるんですよ。そう、そう決まってて、長休みってないんだ。石川か、じゃあ
そうなんだね。割とさ本当に小学校の時はもう当たり前で普通だったから、うん、ヒカルの小学校って若い力踊ったんだっけ。ヒカはね若い力踊らなかった気がした。あれ若い力だっけ、違う気がする。なんかねヒカの時、ヒカの時かな、その前か分かんないけど変わったんだよね。うん、若い力っていうあの運動会で踊るんです。高学年が絶対踊る曲なんです。曲っていうか、そうそういうものなんです。若い力は、え、知らないんだ。全国じゃないんだね。意外。でね、なんか高学年はもう踊りたくないわというか言いながら踊るんです。そう、本当に超定番。そう、なんか組体操と若い力かな。そうで、3、4年がソーラン節で、1年がなんか可愛いやつするんですよ、きっと。ね、懐かしい。しかも絶対やりたくないって思ってたんだもん、若い力。なんかちょっと恥ずかしかったんだよね、高学年の見てる時。そう、なんかわかんないけど、そう、なんか恥ずかしくて。若い力、そうか、石川か。いや別に恥ずい踊りとかではないんです。今だったら別になんとも、まあ多少ちょっと恥ずかしいかなと思うけど、そんな普通にね、やりますけど、うん、本当に若い力って何なんだろう。そう、絶対やるんです、大体。ていうか、まあまずね、運動会で踊ったりするのがあんまり好きではなかった、ヒカは。うん、そう、低学年の時はね、何も考えずにね、なんか普通に先生の言われた通りやってたんだけど、もう 3,4 年からはもうちょっと恥ずかしくなったよね。今踊れる？もう踊れない、踊れない、全然踊れない。なんかね、ソーラン節はなんかこんなんしてね弾いたりしたのは覚えてるけど、あの若い力とか全然覚えてない。フォークダンスとかもやりましたね。懐かしい、懐かしいもん続々出てくるね。なんかね、なんかこんなんしたりするんですよ、なんかこうやってするんです、本当に。でもね、組体操はね、ヒカめちゃめちゃ好きだった。そう、組体操は本当に大好きだった。練習のたびウキウキしてたね。楽しいんです。組体操は上の方、そうですね、上の方でした。しかも小さかったのもあるし、なんか割と女の子に登れない子とかがいたんですよ。力足りないとか、あとは怖くて登れない子とかいて、ヒカはね、じゃんじゃん上の方行きたい人だったから、はい、上やりますって言って。そうで、なんかあれびっくりした、携帯か、もうちょっと、なんか一回、別にヒカ出る場所じゃないのに、なんか試しに友達にやってみないって言って、なんかをやったんですよ。その組体操のなんかをやったら、あ、そのままなんかヒカも出るこ、あのやることになっちゃって。その普通の人はね、なんかただ周りにいるだけとかだったのに、何人か最後にポーズしますみたいな時に、なんか試しにやってみたら、あ、じゃあ
できるんなら入ろっかってなって、なんか出ることになっちゃった最後のポーズをなんか普通は周りにいるはずなのにやることになっちゃって、肩車もひかね、逆にね下の方ができなかった、下できなくって、そう上乗ったね。そう、楽しかったな、組体操やりたいなそう、だから騎馬戦とかも上でしたね。騎馬戦も楽しいんですよ、すっごい大好き騎馬戦。騎馬戦はね、別に攻めるわけでもないけど、ずっと守りでもない。うん、普通に動いて、まあ近くにいたら行ってみたいな。でも割と早くに終わった、ヒカは。そう。うん、騎馬戦上だよ、絶対上。頭に紙風船つけてチャンバラしない、しないしない、初めて聞いた。あー、下役として引っ張りだこだった。あ、じゃあ力あったんじゃないですか、いいじゃないですか、縁の下の力持ちですよ。なんだろうな、あと学校の競技だったのは、まあ競争、リレー、なんか玉運びみたいな、あと玉入れもあったでしょ。中学校の時はね割と何でもした。中3の時はその段がね6個あるんですけど、6個で、その中学3年生を中心に団旗、団の旗を作って、でアピールタイムって言って踊りを考えてってやってましたね。そうで障害物、違う障害物じゃない、借り物競争とかもやってた。そうひかね、めっちゃ借り出されたね結構なんか借り物っていうより人を借りる、借り人だったんですよ。でなんか二つ結びの女子とか、そうなんか髪の毛短い女子とか、なんかこんな男子とかあったんですけど、基本的に女子の時ヒカは駆り出されてたからね。二つ結びの女子っていう時誰も二つ結びいなくて、もう誰でもいいよってなった時にめちゃめちゃ背中を押されて、二つ結びにしてみたいな言われて、無理やりなんか多分ボブだったのかな、無理やりこうして頑張った気がするそうで、その後は結局全部ヒカ走ったっていうことがあった。なんか同じ人ダメとかいうルールがなくって、そう、本当にめちゃめちゃ走らされた。でもね、めっちゃ楽しかった。そうでも二つ結びでもない女子が何走ってんねんって内心思ってたそうで、団旗とかももうなんか自分たちでねデザイン考えて可愛くして、でその総合で決まるんですよ。なんか団旗とアピールタイムで、その何競技の順位三つあって、それでまあ一番良かったチームが総合優勝なんです。なんと総合優勝中3最後したんですよ。めっちゃ嬉しかった。
確かダンキが3位かな、ダンキ3位、アピールタイム3位で、あの競技が1位だったんです。全部トップ3、トップ3入って、で総合優勝いただきました。めっちゃ嬉しかった。ね、特にさ、なんか中1とか中2だったら、まあなんか嬉しいなとは思ったけど、ここまでじゃなかったと思うんだよね。やっぱり最後だからこそ優勝できて嬉しかった。しかもね、確かね、その総合優勝っていうのができたのが初めてだったの。その日かの中3の時に初めて総合優勝ができて、あのっていう、何、総合優勝っていう演目っていうか、その順位ができて、それが嬉しかった。そう、あとはなんかもう普通に競技の順位で結構決まってたんだけど、別々で、まあ、競技は1位このチームで、団旗の1位はこのチーム、アピールタイムの1位はこのチームって結構分かれてたんですけど、そう、ちょっと待ってね、喋りすぎて喉が渇くんだ。ねえ、本当にいい思い出ですよ。文化祭とかもね、結構楽しかったし、うん、なんかね、なんていうの、バザーみたいのしてね、バザーして、ヒカ何したっけ、バザーか、ヒカはバザーか、うん、して、そう、ヒカも買いましたね。どんな出し物、あ、出し物、出し物はね、ヒカ何もしてない、うん、特に何も。なんかね、喫茶店とか模擬店がダメだったんですよね、完全にヒカの学校は。あとは野菜を売ったり、そうっていうくらいだった。あとは部活ごとになんか、作品だ、うん、まあ、グラタン皿みたいな、グラタン皿っていうか、なんかそのちっちゃいお皿みたいのを、まあ高いものでも500円以内で絶対、そう、なんか券を配られて、で後から使った分だけお金は回収しますよっていう、だから使わなかったら別にお金は発生しないし、そう、なんかルクルーゼがと思った。ルクルーゼって結構本当にちゃんとしたいいところのね、可愛いお皿っていうか、まあいいものなんですけど、あると思わなくて思わず買っちゃったよねそう、重いやつ、そうね、なんかもう丈夫だから、確かに寝る、キラキラン、そうだな、じゃあ6時になったら、
喫茶店とかできる学校羨ましい。しかもね、料理したかった料理したかったです。合唱コンクールもありました、ありました。うん、テニス部の作る生チョコが伝統で一番人気だった。お、いいね、素敵。ヒカだったら何作るかな。まあ簡単なもの。いいな、喫茶店とか楽しそう。羨ましい。ダメだったもん。ダメだったんだもん、ヒカのところ。たこ焼きね、いいね、楽しそう。屋台だとゆるいお化け屋敷とかもあった。あー、ありそうありそう。なんかね、ヒカの学校ではもう絶対人気のやつがあって、なんかもう喫茶店とかはなかったけど、野菜のところ、野菜売ってるところで、なんか瓶に入ったリンゴジュースがめっちゃ人気で、男子が取り合いしてた。そう、すっごい大きい、こんくらいの大きい瓶に入った、なんて言うんだろう、ちょっとわかるかな、こんくらいの瓶に入ったリンゴジュースめっちゃ人気で、そう、 100% のやつ、ちょっと本当にお高そうなやつがめっちゃ人気で、で出る時、出る、あの出る時間の時にみんな待機して、出たってなったらもうみんな一気に取りに行くっていうね。そう、すごかった、男子の争奪戦。農家が作ったのかな、かな。うん、でも確かに美味しそうだった、すごい濃そうな感じの、うん、カルンフルーツ系なら何の 100% 好き？あ、リンゴ、リンゴ、絶対リンゴ。リンゴが一番好きです。そうだから、なんか東京の駅とかで結構リンゴの売ってるじゃないですか、なんかボトルの、あれ好きなんですね。
か落とすために飲んでるはずなのに、なんかオレンジはちょっとね喉乾いちゃって。どうしようかな、明日にしようかなとかさ。そう、別に本当はもともと今日行く予定ではなかったんですよ。そう、外走るわけじゃないんですけど、雨だからさあんまりねえ、ちょっとねえ出たくないんですよね。そうだからちょっと考えてる。でも多分ね行かないと思う今日は。そう昨日別行ったし、今日はもともと行かない予定だったから行かなくてもいいんだ。明日も天気悪いだろうけど、まだお昼とかならまだいい、行く気分になれる。そう今ね手が冷たいんだ。氷川はうん、だから明日にしようかなって思って、もうちょっと早いあったかい時間に。そうごめんね暖房つけたらだって風の音気になるでしょ。そうだから氷川は毛布にしてるんです。マネイルしてる？してるよ、ほらキラ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 。いやいいんだよ、さすがにね風の音確かにずっと鳴ってたら気になるよね。大丈夫、もうちょっとで配信終わるから。そう51分だし、携帯の位置変えたら、そしたらねなんかちょっと映したくないものが映っちゃうからダメなんです。そう次はそこ問題が出てくるんです。難しいよね、ヒカの部屋さ可愛くないからさ、そんな映せるところ少ないんですよ、映したくないんですよ。そう可愛くないんです、こたつもございません、ヒカの家には。そう可愛くないのよ、部屋困る。漫画だけの部屋あるといいね。そうね本当にそう、将来絶対そうする。可愛くしないの、こうもともとだってお父さんの部屋なんだもん。でね棚とかもさそんなそうそう変えれるものじゃないじゃん、やっぱりお値段もするし、なんかもうでっかいんですよねもともとある棚が。そうだからどうしようもできないんです、したくてもできないパターンそう壁は別変えなくてもいいの、ヒカはこの白でいいの、棚とかを変えたいんです。もうね棚しかないよね。棚を変えれば割と丸く収まる、丸く収まるんです。そうだからもう諦めてるの。ちょっとさ今さふとさ漫画をね上に積んであるね棚を見たんだけどさ、真ん中へこんでる気がするのは気のせいかな、ヒカの真ん中ちょっとへこんでる気がするよ、大丈夫え、なんかやばくない？本当にヒカの目の錯覚かな。
棚の真ん中少しちょっとほんと少しだけどちょっと真ん中の方こうへこんでる気がする。わかんない、気のせいであってほしい。重たいもの入れてんの？重たいものは入れてない。そんな言うほど重たいものが上に乗ってるんですね。何冊あそこ漫画置いてあるんだろう。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 20プラス30,34,38,42,44,47,55,58まあ100冊弱載ってます100冊弱載ってます。はい、もうねそこまでいったら数えるのめんどくさくなっちゃうね。棚の上だけでそこまそんだけあるんです。でこっちにも一個あってね、あのあそこのね、あの押し入れじゃないけどそのねクローゼットの中にもね使わないところに漫画が大量に入ってるんです。でお姉ちゃんの部屋にもヒカの漫画棚があるんですね。歪むよね、そりゃ歪むよね、本当にやばいな。ちょっとなんか考えます。コミックだけじゃないんですね載ってるの実はあの月刊 G ファンタジーというねあのジャンプとかみたいなねでっかいやつ乗ってるんですね実はね。でっかいやつがね 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 17冊乗ってますね本当にやばやばいな。そう大きいやつもねちょっと月1で増えるんで、そうお部屋の床もねなんか最近踏んだらねキシキシいうところが出てきちゃった。怖い、本当に怖いと思ってる最近。一部なんです、本当一部なんですけど踏んだらちょっとキシって言うんですよ。やばいよね、ヒカの部屋壊れちゃうそろそろ壊れそう本当に。一部ですよ、ほんと一部。下は何の部屋？こう来て、何の部屋だろう？何の部屋だろう？わかんない。間取り的に、わからないな。お風呂場とかかな？お風呂場、洗面所とお風呂場とキッチンくらい。いや多分ねこのあまあ、キッチンも多少入るな。キッチン、お風呂場、洗面所、あと階段、あーあとトイレもかなお手洗いもかな豪邸じゃない、全然豪邸じゃない。もうねお家ボロボロようんかな。まあ、部屋自体はね結構広いんですよ。2階にあのお部屋が 3つしかないから。そうだから割と一つ一つの部屋はね広いんです。
59分、じゃああと1分でランキングいくね。石川は豪邸のイメージだけどね。そんなことないよ。まあもちろんそういう家もあるけど、全部が全部そうではないよ。ひかの家なんかこれ豪邸とか言ってたらね、いや本当に東京の方が綺麗だと思うよ。うん、ひかの家と比べたらね。そう、綺麗ではない。ひかの家はだってひかが生まれた時から、うん、生まれた時からかな、住んでるから。もっとかも。よし、じゃあランキングいきます。13位、反省なおさん、まなぶくんさん、まなぶくんさんの方がいいね。まなぶくんさん。12位、食べられません長。31位、みけ。10位、サルキチ。サンキュー、バンちゃん。8位、ユーコ、アット。朝、ユーナ、同時にドボン対戦したよ。すごい、いいな。8位、ブッちゃん。7位、プリーツさん。6位、サトちゃん。アット、石川県の寒さ。どんだけ。でも寒いです。本当にかなり寒いです。まあ、ヒカがね、特別寒がりなんだろうけどさ。5位、バンちゃん。4位、ヒデくん。3位、谷口ひろきさん。2位、かぼちゃ先生。1位、ユータさんです。ギフトいきます。まなぶくんさん、赤髪のゆまさん、ゆうたさん、セラビさん、ブリーツさん、かぼちゃ先生、ぶっちゃん、さとちゃん、です。ありがとうございます。はい、ということで皆さん配信見に来てくださってありがとうございました。それでは終わりたいと思います。あ、待って、ショールームインスタグラム755、ぜひいいね、コメント、フォローお願いします。はい、それではまたね。ありがとうございました。バイバイ。